久保さん、おはようございます。布団と毛布2枚。完全もう家ですね。はい、ということで久保さんがね、久保さんがマイホーム3000万ですか。今回テーママイホーム2000万です。久保さん、ちょっとカーセンサーで調べてほしいんですけど、ちょっとびっくりして、今これ21万何千キロなんですけど、23万キロだったかな、22万キロの GTR34 いくらだと思います。ちょっとカスタムサムネイル入れときますね。ちょっとビビった。23万キロか22万キロの車が2000万で売られてましたよ、久保さん。久保さん。だから2000万の、まあ、今回マイホームですね。完全にマイホームですよね。寝てますから。いや、じゃあさすがにビビりましたね。20万キロ超えてて2000万ってどうすか、久保さん。なかなかファンキーだね。20万キロ超えてて2000万は、値札は結構パンチありましたね。あんまり最近調べてなかったんですけど、でも、なんか10万キロ超えてても1000万のやつはあったんですよ。だからついに来たかと。20万キロ超えてる車が2000万つけてるっていうね。これはね、ちょっとびっくりしましたね。まあ、ということで、まあ、今回はね、まあ、2000万のマイホームっていう話なんですけど、まあ、環境の話ですね。まあ、よくね、久保さん、吉谷さんって寝てるんですかみたいな言われるんですけど、僕寝てるんですよ。まあ、今日は、2000万のマイホームで寝てますけど。多分ね、まあ、その、じゃあ、このベッドがね、このベッドが久保さん、めちゃめちゃ寝心地がいいかって言われると、まあ、寝心地は悪いですよね。このベッドは寝心地はいいかと言われると、まあ悪いですよ。うん。でも、僕より寝心地がいいベッド、もしくは布団で寝てる人、僕よりやってないですね。多分僕よりいい環境だと思うんですよ。多分この動画見られてる方で、今日ね、車の中で寝てます。で、寝て起きた後動画撮るとかね。まあ、寝る前も僕、久保さん撮ってますから。これね、レモンサワー飲みながら、ここでね、おでん。最近おでんハマってて。おでん美味しい季節になりましたね。おでん食いながら動画撮ってて、寝ますって、起きてまた久保さんの動画撮ってるんですけど。久保さんどうなんですかね。みんな環境いいじゃないですか。フルフラットで、布団でね。フルフラットのベッドとかフルフラットの寝てるじゃないですか。こうフルフラットにならないんで、なんか背中がね浮くんで、背中浮きますからね。あ、これ枕、久保さん、これ枕、これいいっすよ、久保さん。ちょうどいい感じで、これドンキで前に買ったんですけど、相棒っすね。これいい。まあ、まとめるとですね、自分の今の環境がね、よろしくないとか、できないとか言ってる人いるんですけど、ほんと申し訳ないですけど、僕から言わせると、全部言い訳にしか聞こえないですよね、久保さん。申し訳ないけど。やるかやらないかなんで、別にどこでもできるんですよ。スマホも持ってますよね、って話で。これ iPhone で撮ってますけど、スマホあればね、久保さんどこでも撮れますよね。まあスマホがないんだったらスマホは買ってほしいですけどね。だから環境のせいにする人っていると思うんですよ、久保さん。まあ久保さんも話してましたけど、まあ背中を見せるっていうところで、
あ、僕はな、どこの場所でもやる理由は、まあ、久保さんの言ってる通り背中を見せるっていうのも一つありますよ。いや、どこでもやれるよっていう。てか、やってるよっていう。やってるところ、じゃあ口だけじゃなくて、本当にどこでもやるよ、みたいな。本当に。で、昨日なんかね、移動しながらコンサル、ね、まあ、今、スカイプコンサルとか僕、このAirPodsでね、このAirPodsでやってるわけですよ。だから運転するじゃないですか。運転して、あ、もうちょっとでコンサルだな、みたいな。そのうち、ちょっとコンビニ泊まらんとあかんな、つって。で、コンビニに泊まるじゃないですか。で、コンサルするじゃないですか、これでね。つけて。コンサルする。で、終わったらまた移動して。また泊まって、コンサルする、みたいな。で、もうめっちゃ限界になったら、寝る、みたいな。ね、久保さん。関係ないですよね。だから本当に僕ね、パソコン一台でどこでもできるっていうところをリアルで証明してんじゃないかなと思うんですよね。多分リアル証明じゃないですか、これが。本当にどこでもできるよ、みたいな。そう。だから今なんだ、iPhone のテザリングみたいなのがあって、パソコンとその iPhone の電波を、iPhone の電波を、LTE の電波を、まあ、ノートパソコンとテザリングして、まあ、ネットで繋げられるんですよ。もちろん iPhone から動画もアップロードできるんですけど、僕の場合はパソコンからアップするんですけど、だからこれパソコンに取り込んで、その LTE の電波でアップロードするんですけど、まあその、ああ、やべ、あんまり動画長くなると結構きついんですけど、6分か。ちょっと10分になるときつい。なんで、ちょっと収めますけど、ここら辺で。環境関係ないですから、うん。やるかやらないか、ただそれだけで、うん、どこでもやればできますよ。うん。稼ぐ気があんのかって話で、やる、うん、動画を撮る気はあんのかっていう。動画は撮る気はあるのか、稼ぐ気はあるのか、ただ言ってんですね。うん。まあ、そんな感じで2000万のマイホームからお届けいたしました。いってらっしゃい。